子どもの成績を上げたい、こんな思い持っていないでしょうか。今回はですね、勉強ができる子とできない子、親の違い参戦ということでお話ししていきます。はい、まあお子さんの成績が上がったら、まあ言い方を変えたら勉強ができるようになったら、やっぱり親として嬉しいですよね。で、実はこの子供が勉強ができるようになるかならないかっていうのは結構ね、親の影響が強いです。で、今回は僕がこれまでに1万組以上の親子の、まあ、子育てとか勉強、これらをサポートしてきて分かった、子供がね、勉強できる子とできない子の親の違いについて紹介したいと思います。まあ、できる子の親の特徴、これをちょっと意識してお子さんに接していただければ、お子さんはね、勉強できるようになるのは間違いないので、ぜひね、当てはまるところがもしあったら、こちらちょっと意識していただければと思います。はい、じゃあまず一つ目ですね、こちら何かというと、本人ではなく努力を褒めるっていうことを、この勉強できる子の親はしています。一方できない子の親はこの逆で、まあ本人そのものをね、結構褒めちゃってるってケースが多いですね。どういうことかっていうと、本人を褒めるっていうのは、〇〇は頭がいいねとか、〇〇ちゃんは天才だねみたいな感じで、その本人自身を褒めるってことですね。で、これはね、実はあんまりやらない方がいいです。まあ、なぜかというと、こういったことを言うと調整をね、しなくなっちゃうんですね。で、なんでかというと、これ自分がもし言われたらってことを考えてほしいんですけど、〇〇は頭がいいねって言われたら、頭が悪い自分自身を親に見せたくないって思いますよね。なぜならそれを見せたら褒められなくなってしまうから。で、じゃあ頭がいいか悪いかっていうのは何で判断してるかっていうと、まあ、例えば、テストの結果とか、まあ、英検に受かったかどうかとか、こういったところで親は見るわけじゃないですか。ってことは、英検が分かりやすいですけど、英検を受けるかどうか、これ受けなければ頭がいい状態を維持できるんだけど、もし受けて落ちたら頭が悪いになっちゃいますよね。だから子供としては受けない方が得になっちゃうんですよ。なので挑戦をしなくなってしまうので、これは良くないと。で、そうじゃなくて、努力を褒めるようにした方が子供は勉強できる子になります。なぜかというと、まあ、努力を褒めるっていうのは、まあ、勉強していてすごいねとか、勉強よく頑張ってるねみたいな感じで言うと、子供は努力したことを褒められているので、じゃあもっと努力すれば褒められるんだっていう風な思いになりますよね。で、そうすると、まあ努力すれば当たり前ですけど成績は伸びていくので、結果的に勉強できる子になっていくということです。次、2つ目ですね。子供に合った勉強環境を整える。これも実はやっている方は子供が勉強できる子になっていて、やっていない子は、方はで勉強できない子になっていきます。どういうことか。子供一人一人、実は自分に合った勉強環境っていうのは違います。わかりやすいのが塾ですね。塾に、まあ塾が勉強しやすいって思っている子もいれば、塾は合わないって思ってる子もいるんですよ。むしろ家でやりたいっていうね。で、塾は合うって子は塾入れた方がそれは成績上がるんですよ。でも合わないって子を無理に入れたら、むしろ成績は落ちるんですよね。だからこの辺は子供に合わせないといけません。で、勉強場所もそうですね。例えば勉強が許可されているカフェとか、まあ、図書館の自習室とか、自宅のリビングとか、自分の部屋とかね、まあ、いろんな場所ありますよね。この中でやっぱ子供一人一人自分にとってやりやすい場所っていうのが決まっているんですよ。で、これを子供、勉強できる子のお父さんお母さんたちっていうのは、子供がいいと思ったところを、まあ、うまく提供してあげるんですね。で、子供が例えば図書館の自習室がやりやすいんだったら、じゃあ自習室まで送ってってあげようかとか、子供自身が自分の部屋がやりたいというんだったら、じゃあ自分の部屋でなんかできるようにちょっと部屋片付けてあげようかみたいなサポートをします。一方、勉強ができない子の親というのはこの逆をするんですね。自分自身は自分の部屋がやりやすかった、だから子供が例えばリビングで勉強してたら、リビングで勉強せずに自分の部屋でやってきなさいっていうふうに言っちゃうんですよ。これはやっぱ子供に合わせてないですよね。過去の自分に合わせちゃってるわけなので、やっぱそこは子供に合わせてあげた方が絶対成績は上がるので、ここはちょっと意識してみてください。で、最後3つ目ですね。今何をすべきかっていうのを、まあ、勉強できる子の親は基本考えています。一方、勉強が、まあ、できない子、苦手な子の親っていうのは、これは基本的に考えないです。どういうことかっていうと、例えば親子関係が悪い。この時に勉強させようと思っても子供は勉強しません。なぜなら、現状親子関係が悪かったら家にいるだけでストレスが溜まりますよね。こんな状態では意識が勉強に向かないんですよ。とか、友達関係で悩みを持っているとします。この時も勉強に意識は向きません。なぜなら今は悩みの解決で精一杯だからですね。つまり子供が今何に意識を向けているのか、まずここを見るわけです。親子関係が悪いならまずこれを解決してあげる。友達関係が悪い、うまく悩みがね、やっぱあるんだったらここを先に解決してあげるとか、もっとよくあるのが部活とかクラブ活動ですね。もう現状
上試合前で頭が全部そっちに行っているんだったら、ここで勉強頑張らせようと思ってもこれはね難しいです、だったらもう今は思いっきり部活頑張ってきなと、言って終わってから気持ちを切り替えさせる、この方がいいですよね、でもう何もね、親子関係も良好、友達関係も順調、そして今はね部活も落ち着いている、だったらじゃあ勉強頑張っていこうねって思っていった方が子供はやっぱやる気が出るんですよ、でやっぱり勉強できる子の親っていうのはね、本当うまくこういうタイミングを見極めて子供のやる気を引き出しています。でもなかなかね、成績が伸びない子のねお父さんお母さんたちっていうのは、もうとりあえずそんなのはいいからとにかく勉強しなさいみたいになってしまうんですよね、これは結構このタイミングを見ていくっていうのは大事ですので、少し意識をしてみてください。はい、ということで今回はこの勉強できる子とできない子の親の違いということでお話ししました。こういったですね、子供の成績を上げる具体的な流れとか声かけ法などについては、僕が無料で配信している7日間で成績アップ無料講座ですね、この動画の右上もしくは概要欄からチェックできます。この中で詳しくお話ししておりますので、もしまで読まれてなかったらこちらも参考にしてみてください。